の真ん中水曜日夜7時になりました。ユーストリーム8ロケ TV をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。私たち夢に向かってリフトアップハチミツロケットです。イエーイ。すごいな、7人久しぶりに揃ったね。確かに、お久しぶり。はい、では今夜も8時まで私たち8ロケにお付き合いください。さい。それではこのチャタイトルコールお願いします。はい、じゃあみんなで行きましょう。ハチミツロケットの8時まで8ロケ。塚本空、あれです、私はポリテルですそれね、そうね、はい、言おうと思ってたんだけどな、忘れちゃった。なんだよ。はい、私、今週帰ってきました。おかえり。おかえり。ありがとう。八六家の仕切りはやっぱり私にしかできないと実感しました。今日はポニーテールです、森山です。よろしくお願いします。おかえり。そして今日も元気な会の皆さんです。イエーイ。ゆうちゃんから。はい、この前ポニーテールしてた時に自転車こいでたらチェーンがいきなり外れてびっくりしました。すごいな。レッスン遅れるかと思ったけど。でもさ、なんでポニーテールなんだろうね。無理やり無理やり作りたのか。そう、チェーンだけようと思ったんだけど、そう、ちょうどポニーだった気がする。そう、ポニーだった。はい、バカ出ちゃってるぞ。ほら、バカ出ちゃってるぞ。はい、1番ミュウです。よろしくお願いします。いいよ、先生かわいい。はい、今日は飾りがないので髪の毛下ろしました。雨宮かのんです。かわいいです。よろしくお願いします。髪伸びたね。はい、ガイア3番、なんかハーフツインができるんだなってこの短さでも思いました。君の愛花です。よろしくお願いします。丸い、今日悪いね。悪いよ。この中で一番黄色が似合っているガヤ4番ハリマレーナです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。拍手が小さい。拍手できない。微妙。なんか似合わないわけでもないし、別にすごく似合ってるわけでもないから突っ込めない。はい、下がって、はい、下がって。はい、そろそろ髪を切りたいです。花山志保です。あ、ガヤ5番です。よろしくお願いします。ということで、今日もね、ちょっとハリマがさっき言ってたんですけど、この中で一番黄色が似合うということで、今日はこのね、ハチロケのパーカーとこのね、スタッフさんが作ってくださった、そうですね、これ名前入り T シャツ。ダダーン。いいでしょ。森スカボト、森スガボトみたいな感じで、ね、だからさ、ファンの人もさ、やればいいんじゃない。なんか例えばさ、なるほど、佐藤さんだったら佐藤とかすればいいんじゃない。そう、じゃあみんなで名前、みんなで名前書いてみちゃう。じゃあ佐藤作って森道さんにあげよう。あ、いいね。そう、先週さ、モリリンちょっとスケジュールの都合でね、お休みだったけど、でも私たちのこと見てくれてたんでしょ。ひどい、ひどかったな。もう本当に画面が混雑してましたね。なんでやね。大丈夫、テンション戻った。戻った、戻った。あ、すごい、落ち込んでたけど、やっぱそう、綺麗さっぱり流し切ったからね。私がいないとさ、ほらさ、やっぱ面白くならないんだよ。ほら、分かった。2人でセットってこと。ハッピーセット。いえ、あー、なんだ、これ。これは喜んでるか最悪なのかわからない、ごまかし方法。ありがとうございます。はい、先週このオープニングコーナーで、ね、新生活を送る皆さんへ私たちがエールを送ったんですよ。あ、見ました見ました。はい、そうで、森林の推しの、森林推しの方には、はい、ハリマーさんがね、はい、代わりにね、やってもらったんです。どんな風にやったんでしたっけ。ちょっともう一回再現してもらってもいいですか。再現、わかりにくいんで。再現、うん、どんなのやったの。ちょ、忘れちゃったな。え、まず、まずこっから登場するじゃん。え、なんか、アーバは、なんだっけ、学校の一軍だから。一軍だから、悩みとかないんだけど、あ、悩みの話だっけ。こんな感じなの。そうそうそう。ごめんなさい、本当に森に押しの方が申し訳ないです。こんな感じで、エールアイバーを主張したのね。そうそう、アイバーは共通点が、そう、アイバーだ。悔しいな。そう、ライダーをね、務めたの、アイバー。はい、だけやっぱこんな風に務まってないから、ひどいね。で、森に押しの方に全然、ハリマより、エール、ハリマより顔ちっちゃいし、ハリマより可愛いから。本当？こっから登場しても可愛いの、わかる？いや、前歯も立派だったでしょ。そう。じゃあ、これ私も立派だから。今、前歯締め出したから、もう湿らせたら気合入ってる。気合入る、前歯の気合入ります。じゃあ、新生活を頑張る森
り推しの皆さんへ一言エールをどうぞ。アーバはやっぱり学校で一軍だからなんか悩みとかないんだけど、まあとりあえず諦めたらダメだよね。そんな弱ってちゃダメだよ。やれよ、頑張れよ、頑張ってください。さい、ありがとうございます。これで頑張れるね、みんな。そうだよ、ね、それとね、新生活から弱気になっちゃダメなんだよ。そうだよね、そういうところ、しっかり。なんだでもやっぱ思ったよりモリリン怖かったね、やっぱね。新学期から怖いな。新学期からやっぱさ、ノリに乗ってこうぜって感じだよね。うん、一軍怖いね、やっぱ。いや、怖いね、新学期から一軍ってやっぱ怖いよね。ちょっと私からのエール、皆さん届きました？届いたほら、これ届いたって針は下がってしか出てこないじゃん。あれ、まあでもあれなんですよ、ロケットの皆さんは私たちに会えることね、この上ないエールだと思うんですよ、はい、会えることがね。だからね、私たちに、じゃあ私たちもちょっとね、お休み明けだから、ちょっとどういうリズムでいいのかちょっと分かんなくなってる。あ、本当？大丈夫、安心担当なんでしょ、モリリン。そう、頑張って本気出していこう。はい、私たちもね、皆さんに会えるのをすごく楽しみにしているんですよ。はい、ということで、私たちに会えちゃう最新の最新の情報、まあしょうがないから、ハリマとあのコーナーでやっちゃってくださいよ。はい、前置きはいらないからね。いらないからね、長いからね。もうこの前5分ぐらいさ話されてさ、そんなに長くないと思うよ。校長先生の話より長かった。いや、校長先生の話より結構頼もしかったと思う。頼もしかったはい、それでは、改めまして、はい、全国5000万人のハリモシの皆さん、こんばんは。ハリモレナの一旦コマーシャルです。イエーイイエーイ、イエーイ。はい、はちみつロケットの最新情報をお伝えします。イエーイ。はい、まずはですね、もう直近で、まあまあ直近であるんですよ、こちら。4月26日スタプラ定期公演にはちみつロケットが出演いたします。イエーイ。いよいよですよ、いよいよはちみつロケットが、場所は、おなじみ秋葉カルチャーズ劇場さんです。イエーイ。おー、はい、秋葉ですよ皆さん。はい、一時選考、一時チケット。お前なんなんだよ。おい、一旦コマーシャル。すいません。一旦コマーシャルじゃよ、マジで。違うんですよ、ちょっといろいろ動揺しちゃって。はい、チケットの一時受付の締め切りがですね、はい、22日の21時までです。9時、はい、9時までです。そして、2時の2時受付が24日の21時までです。はい、皆さん、今日は何日18ということで、お姉ちゃんの誕生日や。おー、あー、おめでとうございます。お姉ちゃんもぜひ誘ってみてくださいね。はい、関係者で入れてあげる。まだそうですね、関係、はい、まだ18日ということで、でもあれで間に合うんですよ。なんかやらないことやるもんね、普段じゃ絶対。そうです、そうね、アキバならではなんです。アキバ、アキバ、これ以上はシークレットなんですけど、はい、皆さんこれ楽しみでしょ。まだ間に合うんです、まだ間に合うんです。ミスパーもして全然シークレットだから、ちょっと言っちゃうと面白くないじゃん。だからシークレットなんだけど、ねちっこいね、ちょい、はい、戻しますよ。はい、まだ皆さん来たいと思ってる方、ね、たくさん大勢このカメラの前いると思うんだけど、うん、遅くないよね、今からでも。まだ遅くないです。しかも平日ですけど、19時開演なんです。やっぱうちら大人だからね。そう、やっぱちょっと大人だから、19時開演だから、皆さん、ぜひご都合のつく方はぜひ遊びに来てください。はい、ということで、はい、そして、私から、最新、初出しの情報をね、お届けしちゃいたいと思います。大丈夫かな、皆さん、ゴールデンウィーク、何しますか？寝る。ちょ、なんか、ハチロケがないと寂しいな、みたいな感じだよね。わかる。ハチロケはないのは寂しいし、そうだよね。まあ、やっぱり、ハリマに会えないのも寂しいし、ハチロケに会えないのも、まあ、寂しいじゃないですか。だから、やっぱりそんなあなたのためにゴールデンウィークはちみつロケットのイベントを開催しちゃいまーす。はい、これは嬉しいね。いきますよ、発表します。じゃん、時は5月2日水曜日、ナチハチ丼公開生配信。イエーイ。再来週の今
なんです。まさに。はい。ということで、まあ、詳細とかね、後日、はちみつロケットのオフィシャルホームページにて、うん、掲載されていると思うので、うん、皆さんぜひご確認くださいさい以上で、告知を終わるんですが、続きまして、続きまして、ハリマレイナの週刊、ちょっと待って、モリリン生でまだ見てないでしょ、気になるでしょ、やばいよね、あれ画面越し見たよ。はい、ハリマレイナの1週間の3大ニュースをお伝えしたいと思います。え、ちょっと待って、ハリマさん、はい、先週さ、3つさ、めっちゃ頑張って絞り出してたじゃん。ねえ、さすがにさ、いや、暴露ねえ、聞かれたもん、私、ね、なんかないって思う、知らないハリマの出方って、実はですね、私こう見えてそういう日常的には刺激がないんですね。まあ、プライベートに。そう、プライベートは普通なんです、実はこう見えて。なんかあるように見えるでしょ、ないんだよね。そう、だからご心配なご無用です、本当に。1個なんで。1個頑張って見つけたんで。今日はい。私はですね、身体測定をしまして、ちょっと体重を測るじゃないですか、結構なショックを受けまして、ダイエットしようと思ったんです。結構あれなんだ、結構ショックを受けちゃいまして、はい、友達と比べたら私の方が重かったっていう、そういう状況だったんですよ。結構その子と同じ身長なんですけど、もう全然桁が違くて、桁が違くないんですけど、ちょっと待って、まあ、ということで、ダイエットをしようって思いまして、お母さんにサラダをお弁当に入れてって言ったんです。いいね。そしたら、まあ、お弁当の蓋開けます、はい、サラダです。でどんどん食べ進んでいったら、下にご飯があったんです。なんで、しかもサラダこんぐらいなんです。サラダこんぐらいで、ご飯の量こんなんなんです。え、それシュガーなの？見た目はすごくサラダなんだ。そう、見た目は、私、そう、見た目だけサラダ。中身はご飯だから見た目だけ頑張ってる。ハリマのあれじゃん、ハリマのと見せかけて。そう。最後に。そう。だから諦めました。もう。違う、違う。そうなんですよね。サラダと見せかけての。のご飯。はい。すごいな。そう。でも炭水化物食べちゃうとね、もう美味しさに気づいちゃうじゃないですか。だから私は、ちょっと、わかるね。炭水化物コーナーが出てきた。わかる。ということで、私は、美味しいものをこれからずっと食べていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。はい、以上、ハリマレイナの一旦コマーシャルでした。イエーイ、終わった。はい、ということでね、来週の26日のライブに、再来週の、2日の、5月2日の88度の公開の配信ということで、さらにね、5月は透明版のスペシャルライブもありますね。ハチロケとね、超楽しいイベントいっぱいやっていきましょう。できましょう。ということで、はい、ここで羽根おしほちゃんから、違うんだ、そういうの乗り込みじゃないか。なんかあれらしいですよ、ね、何ですか。しほちゃんから重要なお知らせがあります。あ、しほちゃん、大切なお知らせが。しほちゃん、皆さんに重要なお知らせが、報告しなければならないことがあるんです。しほちゃん、まだデビューして全然やめないで。ねえ、おい、まだ何も言ってないわ。ねえ、やめんじゃないの。ねえ、違うよ。養蜂情報センターに登録してくださった方に、告白女子花山翔編が配信されちゃいます。楽しみ。そうなんですよ、みんな花山翔ちょっと大人っぽい感じなんで、私これ見ましたよ。楽しみにしててください。なんか翔ちゃん緊張すると、うん、多分唇噛む癖があるんですよ。すごいなんか恥ずかしそうに唇何回も噛んでて、でも本当にね、恥ずかしくて、あれまだ1回しか見れてないもん。本当にね、これ撮った人は分かるよね。そうだね。でもちょっと待って、1個言いたい、なんか私これお試しだからって言われて配信されちゃったんですよ。だから私だけおかしな私の衣装なんですよ。おかしくない？いや、でもそれでもモリリンはよく映ってた。あ、そうだよね。それそれはおかしいぞ。私は私服だからな。負けねえぞ。翔ちゃんなんかすごいめっちゃ大人っぽくて、
て、ちゃんと合わせたんですよ、設定に合わせて洋服も、うん、結構期待できるよこれ、ちょっと待って、持ち上げ、楽しみ、期待してください、楽しみ、わっしょい、みんなキュンとしちゃってね、おお、かわいい、あ、でもね、今からもね、うん、まだ登録してない方もいらっしゃると思うんですけど、うん、予報情報センター全然間に合います。明日の20時からなんで、それよりも早く登録してもらえれば、花山志保が見れるので、皆さん、よろしくお願いします。設定は、設定はカフェ店でございまーす。やだ、おしゃれ、おしゃれなんです。じゃあ、これ見たい人ね、登録してもらって。はい、今から。指名は、ハリマレーナ以外で。なんか決まってない方全員ハリマレーナとかやってくれれば問題ないので、ぜひよろしくお願いします。はい、もうじゃあしおちゃんのね、そのやつを見る前に、はい、今日はね、うん、はい、じゃあ楽しく過ごしていきましょう。そうそうそうよ、今日みんな登録しよう。あ、そうやな、そうだよ、皆さん、そうですね、見るためには登録するのが必要なので、皆さんしっかり登録してください。さい、はい、では今週ね、やっぱね、さっきも言ったように楽しく過ごすために、楽しく過ごしたい、ね、はい、うん、今週最初のコーナーに参りましょう。あのコーナーから行くんですね。はい、君ちゃん、タイトルコーナーどうぞ。タイトルコールどうぞ。はい、君のマイカの目指せチキピン無茶ぶりピンク、よいしょ。はい、このコーナーは私がアーリンさんのようなアイドルになるために、あらゆる無茶ぶりに可愛く対応して、この手でチキピンの座をつかみ取ろうというコーナーになっております。 I love you。 さあね、気になる今回の無茶ぶりのお題ですが、はい、先週のなんとアマデラでね、ご紹介したはちみつロケントさんが投稿してくれた、ありがとうございます。今回のね、無茶ぶりは君のマイカでアイドルっぽさ全開のあいうえお作文です。おお、いいお題だ、いいね、アイドルだね、うんうん、さあこのね、お題どう、うん、君ちゃんは、君のね、ちゃんと考えてきてよ、朝から。 いつも考えてくる当たり前だからね、そんなの当たり前だから、当たり前だから、全部即興だよねあれあれ、そこのあれ黒い方、私の名前まあそうね、まあ今回考えてきたってことで、ちょっと期待してもいいんですか。そこそこあら、ハードやらないのに自分で、まあね、今回のお題ですが、君ちゃんの対戦相手はこういうのが、ね、結構得意そうな、っていうか実は考えてそうな、そう、ちょっとキャラかぶりしてるしおちゃんにやってもらおうかなって。ちょっとやっぱキャラ被ってるよね、そういう人間関係。でもまあ大人っぽさでは負けないかな。だってそれは変わるよ、それは変わるよ。それは年取ったことだから。違うでしょ。ね、それは違う、それも個性でしょ。オッケー。はい。じゃあね、じゃあ君ちゃんが直ピンにふさわしいね、無茶ぶり対応をしたかどうかは、私たち八六メンバーがね、採点したいと思います。ね、今回採点相手となるしょうちゃんより可愛く。そして、さらに、アーリンさん並みのアイドルぶりを発揮できたと判断した場合、私たち八六メンバーがクリアの手を挙げさせていただきたいと思います。厳しくいこうね。6人中4人が、クリアの手を挙げれば、コーナー即刻、クリアできなければ、コーナー終了ポイントが1ポイント。イエーイ、そうだよ。だって先週も1ポイント溜まってるもんね。そうだよ、ポイントになっちゃう。これ、このコーナー終わったらさ、空のまたコーナーできちゃうかもしれないしね。最高だわ。ね、これを君ちゃんのポイントが5つ溜まったらもう終わりですから、君ちゃんのコーナー。はい、ね、ちなみに先週だけど、1ポイントだから今。あと4ポイントだから頑張ってください。頑張ります。ね、じゃあ、まずはしおちゃんからやってもらいましょうか。私たちはカメラの向こう側に移動します。はい、はい。見学、見学。よいこらしょう。よいこらしょう。はい。それでは。しょうちゃん、花山志保でアイドル全開のあいうえお作文です。どうぞ。花山志保のはぁ、ハッとするほど可愛いよね。花山志保のなぁ、何が何でも。花山志保のいやぁ、やっぱりね、細か花山志保のまぁ、待ってるよ君のこと。花山志保のしし雑花山志保のはぁ、他の子好きになったらダメだよ。怖い、ね、ちょっと怖い、ちょっとモリリンの圧が怖い。モリリンのこういう
あの、君ちゃんといえばこういう感じじゃないですか。だから対抗してみました。なんか花山志保の死が一番怖かった。殺されるやん。雑じゃないよ。で、ちょっともう一回整理していきますね、はい、整理して、はい。花山志保の歯は何でしたっけ。ハッとするほど可愛いよね。じゃあ全部言ってくんない。そのまま。花山志保の歯、ハッとするほど可愛いよね。花山志保の何が何でも。花山志保のやっぱりね。何が何でもやっぱりね。ちょっとやっぱ文で言ってもらっていいですか。自分でちょっと分かった。何で言ってくんない。ハッとするほど可愛いよね、うん、何が何でもやっぱりね。やっぱりね。花山志保のま待ってるからね、君のこと。花山志保し他の子のこと好きになったらダメだよ。はい。まあでも、まあでもアイドルとしてはね。ねえ、今日のテーマは、あの、アイドル全開だったの。ババアすげえな、ババア。やっぱり、色めき立っていかなきゃ、この年齢になってきたら色めき立つことが大事だと思うの。なるほどね。君のバイトは、それできないじゃん。え、待って。できるよ、君は色めき立ってるよ。おぉ、じゃあ、次はね、そんな君ちゃんの番です。はい、ジキピン。ジキピンピンク、ジキ、なんだこれ。ジキピンクをその手で掴むためにアイドル全開のアイウェオ作文をどうぞ。君のマイカのキーキラキラ輝いていて、君のマイカのミーみんなを笑顔にできる、君のマイカのノー能力を持っています。ちょっと意味わかんない。いろんなアイドルさんがいるけど、怖い怖い。君のマイカのイー、いつでも一番君のマイカのガー、かわいいのは君のマイカでしょ。途中なんか怖い怖いかったね。待って君ちゃんもう一回言ってくれないセンテンスで。はい、さ、なんか名前が欲しい自分の。君の名前が欲しい。木は、キラキラ輝いていて、みんなを笑顔にできる能力があります。まあ、いろんなアイドルさんがいるけど、いつも一番犬いつでも可愛いのは、君のマイカです。はい。いい勝負、いい勝負。でもさ、だってさ、しほちゃんはなんかちょっとさ、文になってないけど、ちょっとね、文になってないけど、やっぱりね、とかね、考えてきた感あるよ。考えた。いい勝負だよ、これ。じゃあ、きみちゃん、しほちゃん、ありがとうございました。それではね、メンバーの評定をしたいと思います。厳しくいこう。ね、無茶ぶりを見事クリアしたと思ったメンバーは手を挙げていきましょう。それでは、きみちゃんが、クリアしたと思う人、手を挙げて。はーい。おー、声を上げる。入ってないから。おー、みんなね、みんな。おー、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 おー。しおちゃんはね、なんか、怖かったよ。なんか怖かったよ。可愛さっていうよりも、なんか、私は本に全身全霊をかけてるから、それ以外はもう、デレレレ、もうね。ずうずうしかった。ずうずうしいよ。でも今日はずうずうし花山で行こうと思います。終始ね。終始楽しみだね。楽しみ。なるほど。きみちゃん、しおちゃん、ありがとうございました。むちゃぶりピンクではね、皆さんからお題を募集しています。はちみつロケットの公式ツイッター、ハッシュタグ88ドン、ハッシュタグジキピンとつけてご応募ください。早くお願いします。こちら、はい、覚えて。以上、君のマイカの目指せジキピン無茶ぶりピンクでした。イエーイ。さあ、続いては、私なんと森アーバの企画、森アーバの世界は優しさにできている。よいしょ。おー、はい、ありがとうございます。世界に残る有名な言葉や格言にはね、人生を豊かにしてくれる力がありますよね。そんな優しくて力強い言葉を学び、やめてくんなさい。なんだよ、これ。はい、優しさ。やめて。なんだ、気持ち悪い。ちょっとさ、よくない。なんか、で、なんだっけ、ごめん。ちょっと、じゃあ、次は代わりに、いく？森山、
つぼらないでもらっていいですか。世界の有名な言葉や格言には人生を豊かにしてくれる力があります。そんな優しくて力強い言葉を学び、さらに八六流に言い換えることで格言に触れてみようというコーナーとなっております。その通りです。やっぱり大丈夫ね、私たちもやっぱり言葉や思いを皆さんに伝えることが多いですからね、八六流の言葉やメッセージをこのね通して世界は優しさでできているなと、そう感じてもらえるねアイドルになりたいと、そういうことですね、モリリン。そういうことですね。はい。大丈夫？どうした？つかもとなんちゃらとは違うんで、つかもとなんちゃらみたいな適当なあのコーナーじゃないので。適当じゃないですよ。私だってこんな寝る間も惜しんで、ね、何考えてると思ってんですか？寝る間も惜しんで私は考えてるんですよ。おまじないとか。何考えてるんですか？あのそのみんなの顔見て、やっぱこの子のこういうとこが好きとか。関係ないじゃん。自分のコーナーって何も関連性がない。確かに。気づいたね。じゃあはい、そんな森です。はい、じゃあ早速今日の格言をはい、じゃあ言わせていただきます。それでは発表します。今回のお題は、お題というか格言は、はいはい、ウォルト・ディズニーが残した言葉です。おお、ウォルト・ディズニーだよ。ウォルト・ディズニーだよ。みんな大好き、大好き、みんな大好きしてる。夢を叶える秘訣は4つの C に集約されている。それは好奇心、キャリオスティリ、え？ん？はい？キャリオスティリ、え？キャリオスティリ、キャリオスティ、キャリオスティ、キャリオスティ。私英語できるか。自信、コンフィデンス、コンフィデンス、コンフィデンス、ネイティブの人、コンフィデンス、ネイティブの人、勇気、コレッジ、違う違う、コレッジ。カージ、カージ、もうちょっと違うわ。カージ。そして継続、コンスタンシー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 、はい、コンスタンシー。もう、はい、ええでもまあさ読めるから大丈夫だから、すごいしないでください。だいぶだいぶなんか頑張ってた感じで。でそれではね、この言葉を、まあね、C の部分を自分流にの言葉に言い換えて。うん、ちょっとみんなにね発表してもらいたいと思います。それでは皆さん、はい、スケッチブックに書きました。はい、書いたよ。あ、書いたんだっけ。久しぶりに八八来たら、なんか久しぶりっていうか一回休んだだけなんだけどさ、すごいなんかテンションつらいわ。なんかでも楽しい、楽しい、自分がハイになっちゃう。よかった。誰から行こうかな。じゃあ行こう、ババ。はい、行きます、ババ。行きます。あっちゃめに行くんだもんね。あっちゃめ、そうだね。え、これどうやって、なんかあれじゃん、携帯でなんかそう、発音をちゃんと聞いたら日本語出てきたの。日本語が喋られてきた。ちょっとびっくりしちゃった。日本語も発音。え、これどうやって発表すればいいんですかね。こうやってペレンって、私が考える4つの C、 じゃらん、クラブリー、協力、クラウン、王冠、クライマックス、頂点、カーボンハイドリー、炭水化物。すごい、すごい、面白い。これですよ、もう協力して王冠を掴んで頂点に登ったら炭水化物が待ってるんですよ。いや、うらやましい。私このね、炭水化物っていうね単語のねイントネーション何回も聞いたから、もう一回言って、もう一回言ってこ、カーボハドリー。今日知った。カーボハドリー、そう、今日学んだ単語です。そうだね、炭水化物カーボハドリー、カーボハドリー。そう、やっぱりに私は炭水化物でここまで18年間育ってきたから、みんなも炭水化物に向かって協力して頂点を掴んで王冠を取ればもう完璧です。夢叶えられます。カーブハドリー、カーブハドリー。オッケー、覚えた。ありがとう。すごいね。うんうん。C だった。次は、じゃあみふいちゃんは。はい、私は英語が苦手すぎて全然スペルが分からなかったので日本語にしました。イントネーションもスペル、スペルです、スペル。C だからコって読むのは知ってたので全部コにしちゃいました。いいよいいよ。はい、4つのコ。1、このままじゃダメだ。2、こうしてみようかな。3、これよりいいのは。4、よし、これでやってみよう。よし、なよし、よし、こうしてみようかな。これでやってみようです。おー、でもなんかびっくりした。ミュージアムっぽいね、すごいね。日本語出してくれた。
いい感じ。なんか常にあれですね、熱いですね。まるで松岡修造さんの修造名前もあれあれそらっちゃん松岡修造さんの大人を食べろ熱さですはい、そうなんですよ。自分は常にこう外から見てみて、はい、これでいいのかなっていうのを考えて、これよりいいのはって最善を常に考えることで、うん、成功に近づくんではないかと私は思ったので、うん、これにしました。イエーイ。はい、まあまあまあいいと思います。あ、なんだっけ、なになになに、もっといいのがあるんですね、モリリンさん。そうだよね。じゃあ置いときましょう。じゃあ、はい、じゃあのいちゃん。はい、かわいい。え、待って待って、何これ、何これ、何これ、市場挟まれてもらった。そう、ないない、ごめんごめん。じゃあ聞いてください。かわいいわ。私は4つの D にしました。 D、 いきます。 D、 丸1、じゃじゃん、大丈夫、大丈夫。丸2、できる、できる。まあ、あ、待って。ネタバレしちゃった。っ、大丈夫、見てない。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 大丈夫。見てない。おっと。大丈夫で、大丈夫。大丈夫。できる。3、どうにかなる。それを自分に言い聞かせたら、ドリームカムチュー、夢を叶えられる。いいなー。ねえ、もうさ、これ最後にしてるの、ね、最後にするの、ちょっと。マジ、マジに来て。ごめん、顔で選んだ、ごめん。アマデラとかだったらよかったよね。ね、うん、一応私のコーナーだと私来ないでくんない。ごめんごめん。じゃあそうそう、この後、はい、マジか、はい、大丈夫、そんな期待してない。ドリームカムトゥルー、ドリームカムトゥルーだよ、見てるだね。君らも英語ができないので日本語にさせていただきました。おー、これはコですか。残念、違います。なんなの、ですか。はい、夢を叶える4つの字。字、字、字って何、漢字ってこと。じ、死に点々です。あ、はい、あ、1、自分の実力を理解する。おー。2、実践する。おー、なんか目標立てるだけじゃなくて。で、3、自分を一番に信じる。やっぱりなんかさ、確かに、確かに、なんか自分を信じない、なんか周りを信じてもね。はい。で、4、なんかこれ死になるんだけど、視野を広くする。あれ全然ダメじゃん。あれ、いいじゃん、わかんないじゃん。字と死そんな変わんないって。死変わらない。死、やっぱり周りを見てないと、うん、生きていけないよ。はい。でも、いいことなんか言ってる。はい、ね、じゃあ、お次私。はい、お願いします。じじじし。ちょっとそらちゃん。はい、ごめんなさい。今日、はい、そのキャラなんだ、今日は。ちょっと、ちょっとエスパーで行こうと思う。ちょっと、花山さんと被ってます。ちょっとキャラウィスパー。あ、ウィスパーか。エスパーってなんだっけ。まあ、いっか。はい、ということで、私は4つの、エスターダストの S! ネイター。春のスターダスト、ネイスター。スターダスト。え、春がスターダストなの。スターダスト。見えない。え、いつから、え、いつから今無償だと思ってた。違うわ、違うわ、違うんだ。うん、ちゃんと生まれた時から決まってまして。はい、ね、はい、いきますよ。 S から始まる言葉、はい、一つ目、じゃん、信じる心。はい、二日目、二日目、二個目、二個目、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、二個目、信じない心。すごい、ないない、言ってること矛盾してない、はい、矛盾してません、世界は矛盾してるんです。なんだろう、3個目、この世話自体矛盾しちゃったよ。知らないふりをする心。ハリマっぽい、ハリマっぽい、ね、でしょ、すぐ見てみるふりするから。そうなんです、やっぱ知らないふりって大事。ハリマね、聞こえてんのに聞こえないふりとかしちゃうから。する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 だね。本当に何回も無視されてるの。違う、寝てるふり、寝てるふりする。そう、やっぱそういうふりって落ち大丈夫、ね、いきます、最後、初心。意味わかんない、なんでなんで、初心を忘れるべからずって言うでしょ。そうだね。123どうした。意味がないから。待って、なんかすごい強いんだけど当たりが。はい、信じる心、まあやっぱり自分を信じる、仲間を信じる、そういうのやはりチームワーク的にも大事だと思います。そうだね、そうね。はい、そして信じない心。まだ説明、やっぱり信じないっていうのも大事なんです。信じすぎたら、うん、ハニートラップに引っかかっちゃうでしょ。ハリマさん巻いてもらっていいですか。はい、ハリマちょっと、あの、うん、もう絵が続かない、絵が続かない。シャクトリー。あ、すいません。あ、さあ、じゃあ最後、
最後いきますね。知らないふりをする心。まあちょっと知らないふりをしといたら可愛く見えるじゃないですか。見えてないです。え、私は可愛くないよ。私わかんないって言ったら可愛くない。私わかるっていうより、わかる？そっち？うん。え、でもわかるって言ってた方ができる女っぽいよ。うんうんうん。いや、アイドルは可愛さが中心。私は知らないふりをする心を持っているから可愛く見える。以上です。ありがとうございました。そうだね、本当頭いいんだもんね、だって。そうだよね。で、バカなふりしてんだもんね。あ、怖い怖い。ちゃっ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 ちゃ優しい。何に謝りたいことあるんですよ。そう、私森に謝りたいことがあるんですよ。なんかこれなんかよくなんか、うん、夢を叶える秘訣ですよ。お題は夢を叶える秘訣じゃないですか。なんか全然関係ないこと書いちゃって何のお題にしたの。それに本番前に気づいて変える暇がなかったんですけど、うん、え、何のお題にしたのじゃ。言ってみなよ。私は4つのものでできている。4つのものお前のことじゃん。自分で4つのものでいいの。期待していいってことね。4つのものでできてる。はい、ここはちょっと別コーナーっぽい。ごめんなさい、ちょっとなんか4つのものをやんのかと思って。でもアーも優しいからいいよ。ありがとう。そう、優しい世界だもんね。はい、それではいきます。私は4つのものでできている。丸1、丸なんかさ、丸2、紙、丸3、目、丸4、歯。意味わかりますか？それでは今から実践したいと思います。はい、丸と紙と目と歯です。いきます。絵を描くやつだね。あ、そういうこと。丸、うん、丸、うん、あ、髪、いいよいいよ、うん、あ、なるほどなるほど。目、目、目、は、これで私が描けました。誰でも描けない。なるほど。歯はだからさ、この台本にさ、ちょっとこう書いて、ね、そうそう。私ね、真面目なんですやっぱり。ちょっとちょっと、はい、第2コーナー。ごめんなさい、ごめん、わしばっかり待って。ごめんなさい。第2コーナー。モリリン優しくな。そうね、今番外編だからさ。そうだよ、番外編だから。そろそろ行きたい。はい、追いかけコーナーみたいな。そろそろ行こうと思う。はい、鳥です。鳥、鳥、よ。夢を叶える秘訣その1、グリーン、綺麗。うん、やっぱもう綺麗じゃないとダメです。そうね、森本当綺麗じゃないと。そう、あのカバンとか綺麗じゃないとダメですよ、みふちゃん。次次カバー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 動物じゃないの。違うわ、カバーはお前や。イソジン。何それ、初めて見たよ。あれ、うがい薬。カバー、これはあの人の猫とをやっぱカバーし合う。それが夢。そうだよね、自分のジャスペンとかもモリリンとかモリリンとかカバーできる、ね、そう。あとはあとハリマみたいなそのおっきいお顔もメイクとかでカバーできるでしょ。はい、次。次チェンジ、変える。誰と誰を変えるんですか。違うよ、そういうことないよ。誰と誰を変えたいか。違うよ。イソジンですか。はい、だね、それは。違うんですよ。あの、あなた自身が変わらないと夢は叶えられません。あー、いいこと言うね。そうですね。そして最後、キャッシュ。現金。じゃあダイレクト。結局お金があれば夢は叶えられます。だから、うん、センターも多分お金払えばやらせてもくれると思うよ。おはよう、今聞いた。聞いた。聞いた。今からお金貯めないと。おはよう、大事だって。ね、いくらほどで。あははは。まあ、10分500。リアルリアルだから、やめない。もっと莫大な数にして。100万リアルだって、100万とか言える、言われるかと思ったら。まあ、そういうことです。結局、お金です。はい。まあ、優しさでできていると言われて、そうですとは言っていい。うん、言い方はね。まあ、でも、今回の、あれは、ちょっと、アマデラみたいになっちゃうけど、やっぱカノンちゃんのドリームカムトゥルには負けました。ねえ、まあね、これはね、ドリームカムトゥルやな。はい、出直していきたいと思います。以上、モリアーバの優しさは世界で。違うよ。世界は大丈夫、世界は優しさでできているでした。イエーイ。さあ、続いてはあのコーナーに行きましょう。アマさん、お願いします。はい、アマさんがみんなの悩みをちょっとだけ解決。アメミヤカノンの駆け込み、アマさんでろ。よいしょ。さて、今週はどんな
嫌な名前なんでしょうか。みゆちゃん、読んでみよう。はい、了解いたしました。今回は黒猫さんがくださったお悩みになります。黒猫さんだみゆちゃんかな、ね、なんか私この一瞬でなんか見せ刺された気がするんだけど、めっちゃ痒い。待って、今ちょっと押してるんで、ちょっと下がってください。下がってください、はい、黒猫さん投稿ありがとうございます。山田さん、いただきます。物がなかなか捨てられません。こちらあれば教えてください、はい、とのお悩みです。おお、わかるわ。あるね、私もよくあの見ます。なんか YouTube 好きなんですよ、私すごい。なんか YouTuber とかが断捨離してるのよく見ます。コスメ断捨離みたいな。なるほどね、なるほどね、断捨離ってね。そう、断捨離ね、断捨離ね、断捨離ね、わかるわかる、ね。じゃあ、ね、ねえ、あ、もうさっきさ、もう自分でもう言っちゃうけどさ、断捨離だ、あの、断処理だと思ったの、ずっと。そうなの？だから、だからちょっと、シャリね、シャリねって、この、あの、なんか今日セクシーな二人がすごい、なんかうざいんだけど。あれかな、お寿司の二人が。涼しい、涼しい二人がね。うざいの。じゃあ、まずはさ、じゃあ私たちの意見から聞いてもらわない？ちょっと。あ、いいよ。じゃあ私から行くわ、もう。ほんと？は、私もう、うん、なんか、漢字の読み方間違えたし。断捨離。断捨離。はい、私の、断捨離の、断捨離？断捨離。合ってるよね。断捨離の方法。じゃん！必要最低限のものがあれば生きていける。あ、もう心を鬼にしてください。もうそんな、あ、これ好きなんだよなとか言ったらもうダメです。部屋がどんどん狭くなってきます。だからもう水と服とお金にしてください。めっちゃ最小限じゃん。最小限じゃん。そしたらいいと思う。すごいスカスカになると思う、お部屋。あ、確かに。いや、せめてね、そこに至るまでが難しいから、うん、そうだよね。その捨てられないよ、もったいなくて。じゃあそんなそらちゃん行こう。捨てられない、そらちゃん。捨てられないよ、私も。はい、じゃあ私はじゃん、自分を思い込ませる。あの、そう、例えばなんかこれを捨てないと世界が終わるとかこれを捨てないとハリマレーナになるとか、そういう、いやいやいや、これを捨てないとハリマレーナになるとか、そういうちょっと悪いことを考えるんです、ここに。これ本当に私よくやってたんです。なんか自分でこの宿題やらないとハリマレーナになるって思いながらやったら、すっごい宿題はかどってテストでいい点取れたんです。なんか半分なんか嬉しい気持ち、今私のことを考えてるって言ってちょっと悪いことに使われてるっていう悲しい気持ち。本当にそんな感じでうまくいくのでやってみてください。お、すごいすごい、いい。自分は思い込んで。じゃあハリちゃん行く。なんかハリもさ絶対部屋汚なさそう。汚い。だって物捨てられないでしょ。捨てられない。だってもったいない。もったいないじゃん、せっかくお金出して買ったのにね。ね、じゃあハリもは。そうやな、そう、これならもったいなくない。じゃん、売る。やっぱり売るのが一番。シンプル、もう来た。シンプル2文字。売る。なるほどね、売ったらなくなるもんね。そう、売ったらなくなる。売れるしね。そう、しかもキャッシュが増えるでしょ。キャッシュ、キャッシュね。生々しいな。結局さ、ほらさ、現金だよ。そう。生々しいよ。よく考えて、お金は大事。だから売る、これが一番の方法。ありがとうございました。ハリマもうお金キャラでいこう。もうお金キャラ。今さキャラがいっぱいありすぎて。いっぱいある。渋滞してるよねキャラが。渋滞。キャラが渋滞だよ。そういうのが私の一種のキャラ。じゃあちょっとキャラが欲しいとか言っちゃってる、キミちゃん行く？お、そう。あるけどね、あんたもだいぶあるけどね。だいぶあるよね。だいぶあるよね。はい、キミのは、迷ったら即捨てる。うん、名前はね、君ちゃん、君が結構ものすぐ捨てるタイプだよね。え、いや、なんか、いや、なんかね、いや、なんか、いや、そんな言ったらさ、まあな、捨てられなくなるじゃん。え、それか、え、なんか、もう迷って捨てられないって思った人は、近所の子とかにあげる。あー、なるほどね。そしたらなんか使ってくれてるし、なんかいいじゃん、なんかね。でもどうすんの、すごい使い古したボロボロの筆箱。それ捨てればいいじゃん。捨てればいいじゃん。私捨てられないんだけど。じゃあ写真に撮って捨てたりしたら。あー、それかもいいかも。それかもよかったら。なんでそんな。じゃあ写真に撮って捨ててください。はい、思い出に違う答えだけどね。いや、結構まともな答えだったね。これもちゃんと実行したいわ。なんでそんなすごい思い出の。あ、どうしてる。じゃあみゆちゃんいっとく。はい、
ね、私あれですよ、あのブラウザのタブすらなかなか削除できない女ですから。でも意味わかんない、履歴とか全部気になる、重くなっちゃうじゃん、うん、そう、あのこの前見たら500溜まってて、やばもう消すの大変じゃない、消しました、もう iPhone リセットでしょ、もう、うん、いやいやいや、あのちゃんと長押しすればあの、はい、全部本題に入りくさね、本題に了解いたしました。巻きましょう巻きましょう、はい、じゃじゃん、自分が貯められないものを、あ、捨てられないものをの系統を把握しておく。お、そう、すごいな、確かに、あのこういうのを溜め込みやすいっていうか、捨てられない人って絶対どう考えても捨てられないんですよ。だからその捨てられないもの、自分が捨てられないのってこういうものだなって考えて、その中でもう将来たまりにたまっちゃった時にコンテナとか倉庫を使ってでも取っておきたいって思ったものは取っておく。いや、そこまでしなくてもいいかなって思う。ほら、なんか可愛い袋とかなんとなく取っておきたいじゃん。でもそういうのってコンテナ使ってまで置きたくないじゃん。だからそういうものはごめんなさいみたいな風にしたらいいかなって、ね、なんか最終手段コンテナ、コンテナ出てくるとは思わなかった。あの将来使おうと思ってるものの系統はあったりします。まあね、いろんな意見が出ましたけど、ここでドーンと言ってくださいよ。あの忘れてるじゃあ花屋さんサクッと言うからね。はい、無心、はい、無心ですよ、やっぱり。あのね、物が捨てられないのは思い出に浸るからなんです。だから思い出に浸る前に無心の心でやって断捨離すれば、もうね、もう捨てられる。よし、 OK、 無心、 OK、 無心、今の結構正論のでしょ、で間違ってないよね、うん、間違ってない、怖い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 、今日はそういうキャラって言ったじゃん、はい、OK、 許して。じゃあもうアマさんドガンドいっちゃってくださいよ、はい、ここでみんなが意見出ましたが、聞いてください、黒猫さん。ででん、人に捨ててもらう。まあそりゃそうだな。これはやっぱり、あの自分が知らないところで他の人に捨ててもらってたら多分気づかないと思うんですよ。でもどうすんの、かのんちゃんみたいに友達できなかったら。違う、それは業者に頼めばいいんだよ。どうしたの、ね、おり結局はあれだよ、金だよ金。結局はキャッシュ。はい、キャッシュで業者に頼んでください。ありがとうございました。捨てられてても気づかないもんね。そうだよね、確かに。さあ、黒猫さん、いかがでしたか。ねえ、はい、ねえ、いい感じだって、いい感じだね、いい感じ。どうしたの、その人さ、今さ、いやー、空の声優さんにさ、ずっとさ、次さ、もう言っちゃうんだけどさ、ドラマティックシアターやる予定なんだけど、そこばっか見てる。そう、不安心なんだよね。不安なんだよね、前回。今、おもちゃもあるけど。ごめんごめん。さすが、まさん、いいお言葉を受けましたね。黒猫さん、どうでしたか。いや、本当にね、今のお言葉を聞いてね、まだまだありがたい言葉をいただきたいと思った、そこのあなた、ツイッターにね、あのハッシュタグをつければいいんです。いいんですか、いいんです。ハッシュタグ88のハッシュタグアマデラとつけてね、ご応募ください、はい、ツイッターにね、はい、応募ください。さい、このアメミヤカノンがあなたのことを思ってお答えします。待ってます、待ってます。ほら、やりたい企画でしょ。そうだよ、これにテンションが変わるのがあと10分しかないよ。よし、行こう。頑張って。さあ、タイトルコール行こう。つかむつらのつかむとドラマティックシアター。はい、私つかむとそらが与えられたお題に沿って3分間即興で演技をするというコーナーとなっております。さあね、これもう見れば天国、やれば地獄という、そんなこと言わないでよ。私のコーナーだわ。何言ってたよ、なろう。すいません。はい、じゃあもう相手役決めちゃうじゃん、そのノリノリなら。はい、決めたいと思います。じゃあ、あ、こっち見ます。はい、ということで今回の相手役はかわいいかわいいかのちゃです。かわいい。さて、シチュエーションは誰が決めますか。誰が決めますか。じゃあちょっと行こう。やりやすいのにして。オッケー。よくある、よくある、そういうコーナーじゃないよ。ね、イチャイチャするならさ、お題ちょっと難しくする。そうだよ、そうだよ。怖い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 。じゃあ、大戸屋に、30歳になったハリマレーナが来て文句をひたすら言い続けるハリマレーナと、ソラがね、ソラがハリマね。で、それに困っている店員さん。あ、はい、いいよ、ね、いいよ、よくあるの、この2人は。ハリマレーナは一人で来たのね。一人で30歳。オッケー、30歳でしょ。ちょっと座ってなくない。
大戸屋に来ました、はいはい、すごく文句を言っていると設定でいいですね。はい、はいはい、じゃあそれではあれ言っちゃってくださいよ。塚本沙羅のドラマティックシアター開演です。ノーノーいらないけどね。あ、いらっしゃいませ。あ、メニュー決まりましたか。あー、ちょっと小さくて見えないです。あ、ちょっと小さくて見えないです。ハリマ見えない。老眼鏡見えますか。あ、でも多分大戸屋ランチですよね。大戸屋、ん、大戸屋ランチですよね。あー、それにしようかな。それに大戸屋ランチ、うん、かしこまりました。30歳でそんな見たことない。ちょっと待って、ちょっと待ってね。なんか私に言いたいことない。あ、すごく可愛いですね。可愛いよ。他は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 、なんかすごくあの特徴的なあのあれですね。特徴的。え、もう何よ何よ、ちょっと、はいはいはい、何よ、もう不安で不安で。もう、え、何それで。何されてたんですか。え、私あの若い頃はねアイドルをやってたのよ。やってると思いました。本当にすごい可愛い。60歳ぐらいだったね。アイドルのセンターやってたのよ。センターだったんですか。センターだったんですね。すごい嘘ついてるね。その時の写真とかないんですか。え、あー、センターの、センターあのその頃の写真、 CD とかないんですか。 CD とかでもあるんだけど、なんか別の子がセンターやりたいって言うからしょうがなくやって、ちょっと今ないのよね。そうなんですね。あ、やり、あ、ハリマさんはやりたくなかったんですか。え、なんかセンターはなんか別に譲ってあげてもみんなハリマのこと好きだからいいかなみたいな。あ、すごい人気者だったんですね。そう、もう物販の列もほんと途絶えなくて、もう毎日人がいっぱい来てくれて本当に嬉しかった。確かにね、確かに。その頃のハリマさん見てみたかったです。もう本当にね可愛くて、みんなからね、あの、橋本さん、お互いランチできました。お互いランチです。どこに行っちゃうのかと思った。もうやだ、どこにも行かないで。可愛い、ね、いいよ、今日いいよ。あと1分だよ。おっ、あの30年前ぐらいよく来てましたよね。あの、あ、そうなの、予想に。その頃なんかあの人気が出ないって悩みを相談されたんですけど。あ、なんかそれは私の隣の席の子が言ってて。そうなんですね。そうそう、隣の席の子が私に。隣の席ってちなみに誰だろうな。隣の席って誰でしたっけ。メンバーですよね、でも多分。あ、そう、メンバーなの。メンバーのなんか雨宮かのっていう人が、なんか私人気出ないくて辛いって言うから、その人の気持ちになりきってみて。私の名前ですか。あ、私もあの雨宮かのっていうんですよ。あ、なんかこれ前の CD なんですけど、あ、このセンターが私です。あ、雨宮かの、雨宮かの私の一番。10秒前にして、落ち着いて、落ち着いて。雨宮かの、でもやっぱりこの顔は綺麗だ。ガイ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 私が中学1年生の頃から貯めてきた夏休みの宿題が終わったような感じで。ちょっと待って、コーナー終わっちゃうじゃん。まんちゃんどうだった。楽しかった。なんか結構 ね頑張ってアドリブ出したからね。ほんとにアメミヤさんっていうか毎日パートナーにしようかな。やばい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 、ほんとにやだ。でね、次回は誰が餌食になるのでしょうか。以上、塚本ドラマティックシアターでした。さあ続いてはみゆちゃんのね新ミニコーナーをやっていこうと思います。楽しみ。みゆちゃんサクッとお願いします。はい、はい、みゆの元気予報。イエーイ。はい、このコーナーは八六家の元気印みゆが明日を一日元気に過ごすためのおすすめ方法を皆さんにご紹介したいと思います。イエーイ。ミニコーナーじゃね、ミニコーナーですよ今回は。わわなんだこれ。はい、今回は今日はやる気出ないなって感じる方におすすめの方法をご紹介いたします。はい、はい、その方法とは自分がモチベーションが上がると思った曲を1曲だけ流す。おー、はい、
あの、私、ただ単に眠い時に使うことが多いんですけど、あの、これは本当にね、あの、たくさん考えすぎちゃってる人とか、逆にもう考えるのもめんどくさいって思う人にも効果があると思うんですよ。まず、朝起きるじゃん。で、窓開けるじゃん。ああ、もう無理、全然できないって思ったら、あっ、これにしようって言って、曲を流して、一日が今から、帰るまで一日、振り返るよ、寝るまで入る、ね、曲が流れてる間に着替えだけ済ますんですよ。で、それが終わったら、あの、その後は曲が止まるまでずっと聴いて、あんた、ね、あんただから遅いんだよ、支度が。でも一曲だけなの。そうよ、だから遅れる。あんたいつも遅いのよ。確かに。そしてこれミニコーナーなのに長いじゃん。ちょっとロングコーナーって勘違いしちゃってる。そんな感じでね、やってると本当にスイッチが入れ替わるんで、おすすめです。ちょっとこれミニコーナーって名前、お前が言うんだよ。ごめんね、本当よ、もう。はい、なので皆さんぜひぜひ試してみてください。音楽を聴くってことですか？そうです。好きな音楽ね。あ、でも私も着替える時とか音楽聴いてやったら、何の曲聴いてんの？私はあの最近やったのが昨日なんですけど、昨日はももクロさんのコンサート。あちらでいいかよ。はい、ごめん、同じことするけど、私はももクロさんはいいんだよ。そうだよ、ももクロさんのそう、聞きたくなっちゃって。何聞いた、何聞いた、ももクロさんの。え、コントラディクションを聞きました。いいね、それは反応よ。もうね、本当に全部もう一日歩きでした。私はもちろんハチミツロケットの黄金七人です。絶対聞いてないわ。本当に黄金の七人です。今黄金一人って言いました。あら、謝ってください。曲名間違えた。ハチミツロケットさんに謝って。ハチミツロケットさん、ごめんなさい。許さない。こういうのでね、次の日が元気でなくてもこうやって曲を流せば元気になるので、皆さんぜひぜひ試してください。はい、そして桃色クローバー Z さんですね、ニューシングルシャオイーシャオ発売中でございます、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。お願いします。以上、三水化物占い。イエーイ。このコーナーは私が今から3つあげる炭水化物の中から皆さんに1つ選んでもらって、私と、はい、私が一番食べたいと思ったものをね、選んだあなたは明日超ハッピーになるという占いでございます。イエーイ。というわけで今週のラインナップはこちらでございます。はい、 A チーズドリア、おいしい。 B 角煮丼、おいしい。 C ミルクフランス、おいしい。さて皆様、決めましたか？決めた。はい、 A のチーズドリアの方、はい。おお、最悪入りやい。そのコンビですね、 OK です。はい、ね、B の角煮丼の方、はい。おお、今日222かな。はい、じゃあ C のミルクフランスの方、はい。おはい、おお、今日なんかすごい3分の1になった。すごい綺麗に分かれました。やばい。まあさて、この中で私と気が合う人はいらっしゃるのでしょうか。いますね、絶対。はいはい、というわけで今週の2位はじゃーらん、チーズドリアでーす。いやおー、はい、いやおー、パンチしてしまった。投げられた。ねえ、チーズドリアいいですよ。やった、美味しいよね。美味しいんです。いいですね。いいです。で、早速1位を発表していきたいと思います。おー、ララ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 ラ、じゃん、角煮丼。もう私今ね、確認を求めてるんですよ。何なの？至急、至急確認。もう気が合わない、お前とは言って。なんで、ブーちゃん、ブーちゃんのブーって言ってるでしょ。ねえ、ありがとう。それ自分ですか？それ自分ですか？自画像でございます。似合ってるよ。はい、というわけで3位のミルクフランスを選んでしまったあなた、あなた、あなた、そのセットですね。じゃあ今からどうします？2人でちょっとあれやってもらってもいいですか？いや、じゃあ残り1分なんですよ、もう。え、嘘でしょ。じゃあじゃんけんして。意味わかんない。最初やった方が。みゆちゃん、はい、前出てきていいよ。あ、なんでしょう。画面いっぱいみゆちゃんを見せてあげて。いやそうしましょう。じゃあ来週MC、はい、になってもらいます。え、まあ、頑張ります。 OK した。いいじゃん、3位になったけど、あ、来週頑張るね。花山占いのおかげだわ。ありがとう、しおちゃん。困るけどね。一人苦しいもありかもしれない。そうだよ。待って、以上、ハネウジョ楽しいか映らないでした。早いものでもう8時となりますがね、はい、MC とばものんちゃん指名
で決まったの、はい、みさちゃんです。じゃあ最後に締めちゃいますか。はい、それでは、はちみつロケットの8時まで、はちロケットまた来週の壊すとこだった。MC 頑張ろう。さ、一周。君のこれ見て。蜂があるの。蜂があるの。ペンライトの蜂があるの。かわいい。